安倍元総理大臣が亡くなったことが確認されたということです今一方でお伝えしていますが安倍元総理大臣が 亡くなったということが確認されたということです搬送先の奈良県内の病院で死亡が確認されたということです安倍元総理大臣が銃撃を受けましてドクターヘリによりまして奈良県内の病院に搬送されました搬送されましたが搬送先の病院で死亡が確認されたということです搬送先の奈良県立医大病院で死亡が確認されたということです現在5時47分を指しているところですが今入ってきた情報ですが 安倍元総理大臣が搬送先の病院で死亡が確認されたということです。安倍元総理大臣は、奈良県で選挙応援の演説中、安倍元総理大臣銃で撃たれまして、心肺停止の状態が続いていました。しかし、今ですね、入ってきた情報によりますと、死亡が確認されたということです。